というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。朝7時です。なんかすごい急に健康的な時間に起きてしまいましたが、はい、朝ごはんを食べに来ました。カジノ内のとこですね。そう、俺らが泊まってるバリーズホテルの朝ごはん、はい、ブッカディペッポイタリアンダイニングって書いてありました。覚えづらい名前ですね。なんか美味しそうだなと思って来たんだけど、朝はビュッフェでした。すごい撮ります。はい。なんでさ、朝ごはんってさ、世界各国どこ行ってもこれがこのベーコンと。確かに。誰が決めたの最初に。何人が最初に決めたの。これはハウルの動く城じゃないですか。ハウルの動く城はだいぶアホだな。あ、すごい見て、ほらこんなものもある。え、七式みたいな。七式があります。とりあえず全部一個ずつ。全部一個ずつ分かる。え、甘そう。甘そう。え、甘そうだけど、中なんか入ってる。これ僕デザート食べようか。あ、ポテトとか。ポテトいいですね。ケチャップ欲しいです。ケチャップ欲しいね。卵は確実にときた。待って、俺すごいすごい盛り方やってた。見て、ごちゃごちゃですよ。ごちゃごちゃ全部入れた。全部入れますね。僕も全部乗せで。みんなこうなりますね。みんなこうなる。全員同じ。大体こうなります。全員こうなる。まだ起きて1時間も経ってないけど。はい。食べます。いただきます。はい、まずは一番美味しそうなソーセージ。一番美味しそうな、思ったよりもちもち系だった。朝ごはんって感じ。そうですね、一般的な。でもカジノの近くにあるとやっぱすぐ行けるのがいいですね。確かにね、ホテル内。うん、じゃあ佐田くんのラスベガス来てからの話をちょっと聞こうかな。どうですか、久しぶりの半年ぶりのベガスは。やっぱ1回目2回目よりなんか慣れてるなって感じはします。うん、でも今回のラスベガスからのアプリの電子書籍で英語をちょっと勉強しようと思って入れたんですけど、A4 1枚めちゃくちゃハンターハンターの代わりにアプリじゃなくて本ってこと。電子書籍。あ、電子書籍ね。単行本でもあるみたいなんですけど、A4 1枚英語勉強法。そうなんですよ。横澤さんから見てこれどうですか。ちょっと評価させてください。どこ、どの辺がいいなって思った。いいなポイント。そうかな、いいなポイント俺が評価するらしい。パーツで覚えるみたいな感じで。ほう、なんかテクニック系っぽいね。そうなんですよ。その著者曰く、はい、日本人が英語を話す時って結構難しく考えちゃうらしくて。そうだと思う、難しく考えすぎちゃうみたいなね。逆になんか伝わりづらいみたいな、はあはあ、変なことを言ってるからもっと単純でいいね。あ、分かる分かる分かる。でもそれはそうかもね。まあ、自分が分かりやすいなって思うことが重要なんじゃない。なんかそのこれめっちゃいいわって思った勉強法がやっぱ一番伸びると思う。なるほど。俺はちなみに Duo っていう本もうこれ一冊でほぼ 100% カバーできるんじゃないかなぐらいいいと思ってて、なんかでもやっぱりその難しく考えすぎちゃうみたいなのはあると思うんだよね。だからその一冊完璧にするみたいなのが結構やっぱり少しでもやっぱりそのさベースを作ることが大事だから、自信を持つっていうのは大事だよね。俺はもうこれでいけるっていう自信があれば結構喋れるようになると思うから、まあ結構何でもいいのかもしれない。それで言うとその自信大事かもしれない。自分が分かりやすいとかこれがいいって思うことが結構大事か。だからソータがその本がすごいいいと思ったんだったらなんか覚えやすいな、結構いいのかもしれないね。じゃあそれがなんかでもその本じゃないけどやっぱ文法って本当にちょっとのパターンしかなくて10パターンもない多分。だからすごい簡単なその時制とかなんか文法だけ覚えて、まあ、SVOC みたいな、まず基本の形だけ覚えてあとは単語詰め込んでいくだけって感じだから、まずはその本でそのパターンを勉強してそっからデュオで単語詰め込んでったら喋れるようになるかもね。それいいかもしれない。そうか、今回のアメリカ中に英語喋れるようになるってこと。そう、喋れるようになりたいですね少しでも。せっかくアメリカいるんだしさ、英語喋る練習だと思ってさ、そうですね、いろんな人でちゃんと喋った方がいいね。だからそのこの間のケチャップリーズとかもちゃんと、あの文法をちゃんと作って Can I have ketchup? とか、あとやっぱその英語喋れないとさふざけちゃうみたいな、はい、あるじゃん、恥ずかしいから、それをちゃんとこう真面目にドヤ顔で決め顔で Can I have ketchup? みたいなっていうことによってちょっとずつその恥ずかしさをなくしていくみたいなのも大事かもしれない。そうですね、英語喋るんだったらねやっぱポーカーも
10倍楽しくなるから。そうなんですよね。言語わからないってなんか話しかけられても答えられない。いや、そうなんだよね。そうだ、次のステップに進もうとしてる。でもいいんじゃない、ちょうど今20歳でもうそろ21、俺と同じ、ちょうど同じ時期だよ。そうなん。いや、そう考えたらそうだってずるいな。なんか俺がさ、20歳の時ってまだ日本にいてポーカー多分ちょうど覚えたぐらいだと思うんでね。今7月だから今俺が。でもポーカー漬けの日々を送ってたね。20歳の7月はもうプロであること決めてて、日本でアミューズメントポーカー行きまくったりとかしてたね。ちょうど今ソータと同じぐらいのあれかもしれないね、その年齢のあれとしては。で21でポーカーデビューでしょ。俺ちなみに21のデビューの戦いで WPT 優勝したから。すごい。ソータだから WSOP 優勝するかもしれない。そうなったらもうドリームですよ。ドリーム、いろいろと。そう、ソータはだからめちゃくちゃ英才教育なんだよな。でも同じ道ぐらいを辿ってるかもな、今のソータと。20歳の時の今の時期の俺の強さ比べたら、まあさすがに俺の方が強かったな。それでもやってる時間が違ったな。全然違いそうですね。さすがに俺の方が強かったな、だからまあソータも今のところは世界の横沢ルートをちゃんと歩んでるから、世界のソータルート。英語だね、やっぱね。このポーカー強くなるにはね、大事だと思うの、うん、海外でやっぱ長期間ポーカーを打つってなったら、やっぱ英語喋れないとストレスだし、やっぱそれみんな言うんだよね、英語喋れない人は。だから英語喋れる人の方が長続きするイメージある、ポーカーって、うん、だから今のうちに英語勉強することがポーカーの成長にもつながると思いますよ。何でもいいよね。俺も結構ね、英語勉強するときいろんな教材買って、なんか一番しっくりくるやつをやり込んだって感じだから、うん、そのしっくりくるやつをやり込むことが大事だと思うね。まず完璧にするっていう一冊、それがやっぱ勉強の基本なんじゃないですかね。確かに。というわけで皆さん、朝のアメリカからお送りしましたが、はい、英語勉強して100倍ポーカーを楽しみましょう。頑張ってください。いや、お前だよ。主になんで頑張ってください、一言なら急に。俺はもう終わったけどみたいな。終わってないから。一緒に頑張りましょう。はい、あ、はい、そう、一緒に、ソータと一緒に頑張りましょう、はい、じゃあ最後に英語で一言。 See you。 いや